尾鷲市地域おこし協力隊の池山千明です。今日は卵かけご飯第2弾はい、ですね、少し前に卵かけご飯をこの鯛だしつゆを使って卵かけご飯をしたんですけど、まあ、これね、本当に美味しくって、まあ、見てください、もうこれぐらいなくなってますっていうぐらい、卵かけご飯で結構これ分ぐらい使ってますっていうぐらい、本当にこの鯛だしつゆで何度も卵かけご飯をしたんですけど、今日はそんな卵かけご飯にこちらです。じゃーん、中山商店さんの花ガツオ、かつお節ですね。かつお節、こちらを卵かけご飯にかけて食べたいなと思います。だしつゆが鰹節に染み込んでて絶対に美味しいと思います。いただきます。うん、最高、めちゃくちゃ美味しい。卵かけご飯を作る時にもう鰹節をこう出した瞬間、もうめちゃくちゃいい香りがしたんですよ、鰹節の。鰹節の風味もしっかり残りつつ、幸せです。卵かけご飯ってさ、なんでこんなに幸せなんだろうめっちゃ美味しいよ。美味しい。私、尾鷲市に移住して初めて知ったことがあって、この鰹節、もう尾鷲に移住して4ヶ月くらい経つんですけど、もう結構買ってるんですよ、私。今までにも、もうこのね、花ガツオは100円なので結構家族にもお土産として買ったりとか、もう多分ね10個ぐらいは買ってるっていうぐらい、まあ人にもあげたりとか自分用にっていう感じで結構買ってて、よく食べる鰹節なんですけど、鰹節の賞味期限って知ってますか皆さん。私結構鰹節って長いと思ってたの。まあこうやって卵かけご飯にかけたりとか、まあイメージ的にはふりかけみたいなイメージだったの。まあ冷ややっこにかけたりとか、まあそういう感じだから賞味期限って結構長いんだろうなって私は思ってて最初で、なんかたまたま鰹節のを、まあ、使ってる時に賞味期限をこうパッて見ることがあって、そしたら多分大体3ヶ月ぐらいなんだよね、賞味期限、その買ってからの期間が3ヶ月くらいで、と思って、もうすぐ切れると思って、そうだから、その時はまだふりかけぐらいの頻度でしか使ってなかったから結構まだ残ってたんですよ。
まあ、全然賞味期限1年とかぐらい大丈夫なんだろうなって思ってたから、そうしたら結構短いっていうことに気づいて、そこからもう慌ててもうかつお節パーティーっていう感じだったんですけど、皆さんは知ってました？私本当に尾鷲に移住して知ったことの一つです。かつお節の賞味期限は早いということですね。うん、びっくりした。うん、なんかこの鰹節とこちらも鯛だしつゆで、まあなんていうの、鰹節もだしとしても使ったりするじゃないですか。だからもう味わいが濃いっていうんじゃなくて、コクが出るみたいな味に、もう最上級の卵かけご飯ですよ。これはこれみんなにもやってもらいたいなあと私の鰹節のおすすめの食べ方は、チーズに鰹節ファーってやって醤油をかける。これ本当に美味しいんですよ。なんか私小さい時にイタリア村だったかなかなんかに行ったんですよ、家族で。その時に売店にたくさんチーズが売っていて、そこで、まあ、試食、チーズの試食ができたんですけど、チーズの試食が、まあ、チーズがスライスされてるのに鰹節がかかってて、で醤油がかかってるっていう風に、まあ、ちょっとアレンジされてて、美味しくて、その時のチーズ、鰹節、醤油の組み合わせがもうおつまみとして最高だと思います。皆さんぜひやってみてください鰹節活用の仕方です。うん、ごちそうさまでした。はい、今回私が卵かけご飯に、かけて紹介した中山商店さんの、鰹節なんですけど、こちらなんと100円です。すごく安くないですか？100円ですよ、これ1個で100円。なので尾鷲に来た際にいろんな人にね、配りたいお土産としてもすごいなんか最適だなっていう風に私は思ってて、そう、軽いし、だから持っててもね、何個持ってても重くないから、そう、いろんな人に配りたいっていう時にね、やっぱり100円ぐらいの安さっていうのもありがたいし、これ軽いからめちゃくちゃおすすめです。はい、そんな中山商店さんの鰹節なんですけど、佐藤チョイスの方にも出てて、で、中山商店じゃなくて、丸中？このマークの丸中商店さんっていう名前で出てました。で、この鰹の削り方が大きいサイズだったり小さいサイズだったり、そういうサイズがいろいろあるもののセットで5000円でありましたので、皆さんぜひね、鰹節をかけて料理したいなっていう方、買ってみてください。ということで、チャンネル登録、いいね、コメントお待ちしてます。